はい、公認会計士税理士の山田真也です。今日はですね、コロナ臨時特例で国民年金が56万円免除、見込みでも OK という話です。内容はコロナの臨時特例について、そして対象について、で、所得見込みの計算方法、で、減免割合で必要な書類、で、仮に所得の見込みが違った場合は、といった話は最後に、笹坂先生の場合どうなのかというですね、具体例をお話ししていきたいと思います。で、まあ、これどういう話かと言いますと、2日ほど前にですね、コロナ特例、国民健康保険料が46万円減額だっていうね、配信をしたんですけども、これは国民健康保険料の話で、今日はですね、もう一個の年金保険についてお話ししたいと思います。リクエストがね、多かったらね、やってみようと思いました。で、国民年金の方のね、対象は、2月以降で、1、コロナの影響で収入が減少した場合、2、今年の所得見込みが現行の免除水準になった場合、まあ、この2つの要件を出せば今回の臨時特例が使えます。で、このね、コロナの影響っていうのは、まあ、広くね、該当しますよということなので、あんまり厳しく考えなくてもいいと思います。必ずね、そのコロナに陽性になったからとか、そういうのじゃ全然ないですしね。休業要請がないとダメとか、そういう条件もないです。で、このね、ポイントは、今年の所得見込みはどうなのか。普通ね、国民年金の免除って、去年の収入が減ったから、じゃあ来年下がりますよとか、失業したから免除お願いしますとか、大体ですね、まあ過去の事例を挙げることが多いんですけど、今回は、そういう見込み額、今年の見込み額で結構でございます。そしてさらにですね、この現行の免除水準とは何なのか、ということでね、順番にお話ししていきたいと思います。まずですね、所得見込みの方なんですけども、個人事業主とかですね、大家さん、の場合なんですけども、まずは任意の減少月ですね、まあ、今年2月以降でどっかの一月でいいんですけども、まあ、その収入を12にかけます。で、そこから一月あたりのね、大体の必要経費、これも10にかけます。で、その差額が引いた月が所得見込みですよと、まあ、結構ね簡単だと思います。で、給与の場合ですと、給与の場合もね、どっかね、任意の減少した月、その1ヶ月分の収入を10にかけます。そして、給与所得控除。これはね、税法の方で決まってるんですけど、まあ、65万円以上なんですけども、給与所得者に認められてる経費みたいなもんですね。これがもう収入に応じて決まってます。で、この計算式自体はですね、この所得の見込みを書く申請書のところにも書いてあるんで、まあ、そこをご覧ください。で、それ引いた額は所得見込みですよと。で、年金の方もね、同じように公的年金控除みたいなのがありますんで、まあ、それも所得見込みのね、紙に書いております。で、このじゃあ任意の減少月なんですけども、ポイントは、事業収入、不動産収入、給与収入、で、公的年金等の収入の合計額です。つまり、雑所得とか株の収入とかは入れなくて結構です。そして、給付金等も入れないというふうに Q&A には書いておりました。なので、持続化給付金とかもね、入れなくていいのかなっていうふうに、文言だけ見ると思います。そして、配偶者や世帯主の収入も書く必要がありますので、配偶者とか世帯主、親が世帯主とかそういう場合はですね、その親の収入も含めて判定基準に入ります。収入がない世帯主とか配偶者の場合は、あまり気にしなくても大丈夫です。そして、現行のね、その免除水準とは何かなんですけど、これはちょっとややこしいんですよね。パッと書きましたが、全額免除の場合、ね、3分の4免除、半額免除、4分の1免除、それぞれ決まってます。これはね、コロナに関係なく、もうすでに決まっております。全額免除の場合は、扶養親族の数に1足して35かけて足す22。つまり、単身者、1人だった場合は35足す22で57万円なんですけども、まあ、家族がいれば増えてきますよっていう、これはちょっとややこしいんで、こちらですね、たまたま見てる中でありました。兵庫県川西市のホームページにね、こういう表があったのでね、ちょっとこちらでお話ししたいと思うんですけども、これもね、目安です。で、実際ですね、この計算式自体は、確定申告書とか、源泉徴収票を見ないとわからないので、あと人によって違いますんでね、扶養家族の年齢によっても変わってきますんで、ちょっと細かいです。まあこれ見ていただければ分かってますけど、全額免除の場合ね、左上ですね。3人扶養ね、配偶者プラス子供2人の場合は全額免除だったら、まあ62万円が目安かなと。で、括弧収入なんで、まあ収入の方の場合は257万円以下だったらと。この160ってのは所得ですね。収入から経費とか引いたのが所得ですからね。だから今回も一応提出するのは所得見込みの方ですからね。所得見込みの方が大事ですからね。だから収入がいっぱいあっても経費もいっぱい出ちゃったら所得はね低くなりますからね。この辺ね、気をつけてください。まあ、唯一わかることは扶養家族がいっぱいいると有利だということですね。で、実際のね、判定自体は年金事務所の方でやってくれますので、まあ、僕らはだいたいこれぐらいかなっていう計算をして、とりあえず出してみるということをね、するんですね。そして必要書類なんですけれども、まず必要なのが国民年金保険料免除納付猶予申請書でございます。これはね、コロナ関係なく前からあるやつです。ちゃんとね、記載例も用意されてます。
そして所得の申し立て書、これが先ほど言った所得が今年どれぐらいっていう見込みをね書くやつでございます。こちらもねこういう書類ねなんですけども、これのね納付書とこの所得のね申し立て書の書き方自体はもうすでにね YouTube がアップされてるんですよ。日本年金機構が作った。でこれはねいい歴なんですけれども、再生回数がね僕見た時ね1000とかそこらだったんで、すごい人気がないんで、よかったら見た方がいいと思います。すごいよくできてます。なんでそちらに譲ります。そちらの YouTube ね、この YouTube の概要欄にもちゃんとリンク貼っときますんで、そちらをご覧ください。そしてですね、今回失業とか事業廃止になった方は証明書類ですね、退職の書類とかですね。であとね、郵送する場合はね、マイナンバー書いて郵送する場合はマイナンバーの写しなどをつけてください。でこれをですね、市区町村の国民年金課とかですね、年金事務所に送ってください。ホームページにね、この辺の書類はちゃんとダウンロードできますので、それで書いて郵送っていう手もあると思います。直接もちろんね行ってもいいですからね。で今回のコロナ臨時特例の対象期間が長いんですよ。2020年2月から2021年6月というふうになっております。なので17ヶ月間ですね。で提出は年度ごとなので、このね、年金機構の年度って7月スタート6月終わりなんで、この7月から年金の免除しようと思ってる人は、この1回でいいんですけども、前のね年度分、つまり今年の5月か6月分も免除お願いしようと思えば、去年度分と今年度分2枚紙が必要ということになります。そして過去の納付分は還付ないです。もうすでに払っちゃった分は還付ないんですけども、全納分ですね、先に1年ゼロで払っちゃったっていう分に関しては免除が認められた時点で還付がされます。そしてこれ申請できるのはね、実際に所得減少が発生したタイミングです。そして申請期限ですね、いつまで出せばいいのかと。で大体年金の事故って2年前までみたいなのあるんですけども、これに関してはですねまだ未定です。なのでいつまで出せばいいのか、来年の6月でもいいのかっていうと、まだちょっとわからない状況でございます。そして気になるところなんですけれども、見込みで出しますと、でその後所得が増えちゃいました、その場合はどうなのかというと、免除の取り消しがないです。だから1回免除を受ければ、来年の6月までは免除がもらえるということですね。ところが申請時に虚偽記載があったら承認取り消せますからね。だから収入額とか1ヶ月のね必要経費とかが嘘ついてたら、それはダメですよということですね。だから申請時点で正しいことをやってれば、基本大丈夫ということですね。そして再申請は可能です。つまり申請したら、あ、4分の1免除でしたと、でもさらに収入悪くなったからもう一回出そうって、もう一回ね数字変えて出したら今度は免除でしたっていうのも当然あると思います。そして証明書類のね提出は不要なんですけど、2年間保管しといてくださいね。つまりね、収入が減ったよっていう証明とかですね。そして学生の方ですね、学生のね納付特例で、学生で払ってない方いらっしゃると思うんですけど、その場合は学生納付特例の臨時特例ってまた別の制度がありますんで、今回はちょっと省略いたします。でデメリットも当然ございます。デメリット、はい、年金払わないから当然ね、もらう年金が減ります。将来もらう年金が減ります。だけどね、収入が回復したらね、10年以内なら追納っていうのができますんで、後で払ってください。そして言っても未納よりマシですからね。ちょっともう本当にコロナでね、収入がなくなってもうカツカツでね、年金って今だいたい1人20万ぐらいじゃないですか。20万がちょっとやっぱきついという場合は、未納するよりはこれ免除出した方がいいと思います。免除出しとけばとりあえずね、将来2分の1は支給されるんですよ。2分の1減らされる、2分の1はちゃんと、ね、国の方から支給されます。さらにね、受給資格期間ってねあると思うんですよね。10年間とかね、そういうのあると思うんですけど、それのねちゃんと期間に参入されますし、障害年金とか遺族年金がもらうには未納があったらねもらえない可能性もありますので、これはちゃんと免除申請を出しておくのがよろしいかと思われます。あとデメリットでは、国民年金基金に入ってる人ね、上乗せの年金ですね、これに入ってる人はすいませんが、こういう特例ね免除とかなると強制終了になってしまいますので、またね国民年金基金の方にお問い合わせください。で最後にですね、具体例なんですけれども、伊佐坂先生の場合ってことで、このチャンネルではですね時々このサザエさんのね本を使ってですね例え話をするんですが、伊佐坂先生のね、はい、ご一家ね、伊佐坂先生がいて奥さんがいて、で浮江さんですね、浮江さんがいて、で甚六さん大学生がいますね。だから4人家族なんですけれども、サザエさんのお隣さんですね。でこの場合、仮に伊佐坂先生が、国民年金払っていて、会社員じゃないから多分国民年金だと思うんですけど、あとこう見えて多分ね、まだ50代ですから、年金もらう側じゃないですからね、まだ払う側ですから、なので国民年金なんですが、はい、伊佐坂先生の場合ですね、伊佐坂南仏先生が世帯主、おかるさんが配偶者、甚六さん大学生、浮江さん高校生ということで、
扶養家族は3人いるってことですね。だから全額免除のラインはどこかというと、扶養家族3人に1人足して35かけて22なんで、162万円以下、所得が162万円以下であれば全額免除の可能性が高いと。そして、まあ、4分の1だけでも免除したいっていうことであれば、158万足す扶養控除ですね、金額。配偶者が38、大学生、20歳ぐらいなんで63万円、高校生の計算が38万円で全部足すと297と。で、あと、社会保険料とかも引かなきゃいけないんですけど、ちょっとややこしいので一回置いときます。なので、なんだかんだ297万円を下回ってたら、まあ、多分4分の1免除になるので、まあ、所得300万ぐらいならね、これ申請して通る可能性ってのは全然あると思います。で、こういうのを踏まえて、笹坂先生が作家なんだけど、コロナの関係で講演会の活動とかね、なんかイベントがすごい減りましたと、収入減りましたと、普段のコラムの収入じゃ全然食べていけませんと。で、162万円をね、どうやら下回りますということであれば、実際どうなのかというと、まあ、全額免除になりますよね。で、全額免除で、今年のね、2月分からまだ払ってませんでしたってことになると、今年の2月3月が月々16,410円で、今年の4月以降が16,540円の12ヶ月分で、来年の4月以降がですね、16,610円というふうにも決まってるんです、その3ヶ月分なんで、もろもろ足すと281,130円、これが免除になりますと。で、当然奥様のおかるさんの分もね、国民年金払ってるわけですから、二人分だとしたら、562,260円免除になるよということですね。で、もしかして息子の仁六さんももうね、二十歳超えてたら国民年金ですから、三人分だったらこれ84万円免除ということになりますね。というふうにね、結構でかく、こうでかい金額でございます。で、前回ね、お話しました。コロナ特例国民健康保険料46万円減額って話をしましたが、まあ、これね、年金と保険ね、それぞれ減額を使うとね、ものすごい額が免除される可能性がありますので、よかったらやってみてはいかがでしょうか。またね、こちらについてもですね、前回やった動画に対してすごい反響があって、今17万再生ぐらいなんですけども、質問とかもいっぱいいただいてるんで、改めてですね、年金も含めて、多かった質問とか、わからない点とかを、近々動画配信しようかなというふうに思っておりますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。といったところですね、このチャンネルでは、国のややこしい制度とか難しいことを、まあ、可能な範囲内でわかりやすくお伝えしようとしているチャンネルでございます。税金、ビジネス、経済、投資のお金を得する話などもしておりますので、よかったらチャンネル登録をしていただけますと、私のモチベーションが上がります。といったところで、今日もこの辺で、バイバーイ。